はい、皆さん毎度も音声のたまさんです。おたこりやです。お願いします。はい、今日僕また一人ですか？うん、カズマがね、なんかこの前の撮影が体調悪いみたいで、はいはい、今お祓い行ってる。お祓い、うん、僕大丈夫ですかね？いいんじゃない？痩せれば成功だしさ。まあ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 、まあまだね、僕の体には今不調ないですからね。そう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 なんで今日は代わりに照明で手伝ってくれるアシスタントさんが来てくれてます。はい、毎度もお願いします。女子初ですね。そう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 。はい、今日はですね、こちら愛知県の羽津岬っていうところに来てます。はい、こちらですね、この展望台のところで、よく自殺者が出るっていうのと、あと、少女の霊が出るらしいです。少女の霊。うん、ただ、まあそういった事件とかが起こっているので、こっちの展望台は夜は入れないもんですから、こちらのですねルートを通って、こちらの展望台、こちらをメインにさせていただきたいと思います。こうすいません。何ですかこの恋のロマンスロードって。あ、いやいや、なんかね、アイドルさんのね、あ、うん、聖地らしいよ。マジですか。うん。名前がちょっと気になっちゃってすいません。昼間はね。あ、昼間いいところ。まあちょっとね、今回歩いてみて本当にロマンスロードなのかどうかもね、確かめてみたいと思います。まあ初の女子がいる高いやつだからね。そうそうそう。はい。じゃあ行ってみたいと思います。はい。はい、じゃあ恒例の体重測定いってみましょう。はい、恒例のですね、じゃあ乗ります。よいしょ、93?4?3 ぐらいですか？3か4、3か4かぐらい。3だね、これちょっと肩からしますけど多分3ぐらいかな。じゃあこれがどうなるかとね、ちょっと楽しみに。今回こそ、なんかいつも言ってる気がしますけど、今回こそ減ります。この腹だからね。減りますからね、これ。ちょっと楽しみにしていきましょう。はい、お願いします。よし、じゃあ行ってみましょう。はい、行きます。まあよくある灯籠っすか、これ。でかいね。まあ入り口って感じですね。これがスフィンクスだったら。それはそれで怖くないですか？怖い。夜のめっちゃ目光ったそれはそれでめっちゃ怖い気がします。でこっちが、うわ、怖えな。入れないとこだね。ここが入れないとこね。いやー、よかった、入れなくて。めっちゃ怖いじゃないですか、これ。もう帰ってもいいですか？多分これ以上もう僕危ないと思うんですよね。無言を貫く帰りたい。まあ僕はしがないカメラマンなのでゴリラさんの勇姿を残さないと。ありますね、石碑。あ、ちょうどここでバケタンいいんじゃない？そうですね。ちょっと石碑の前まで行きます。これも、あ、でも羽津岬城書いてありますね。あ、そうだね。これでもカメラでも映るわ。すいますかね。ちょっと準備しますね。それね、じゃあ落ちます。はい。これで映りますかね。ああ、大丈夫大丈夫。お、珍しい音したね今。あ、でも安全な。ああ、安全ですね。よかった。ああ、よかった。これがね、赤系に光った時どうしようかと毎回思ってるんですよね。逃げ出そうと思ってます、光ったら。全く関係ないところで一回光ったけどね。それはね、撮影外で起こったことですからね。アクシデントですよ、アクシデント。ちょっとスピリットボックスもつけながら、あ、わかりました。こっちの少女の霊と話しながら行こうよ。せっかくだしね。スピリットボックスの方も準備しますね。はい、じゃあここからスピリットボックスで、ポケット入ってるんですけどね。ちょっと手がいっぱいなもんですから、行きます。はい、よいしょ。もしもーし。うわ、びっくりした。なんかいてる即解凍したな今。マジかよもう帰ろうよ。もしもし、名前わかんないんですけど、少女の霊さんですか？ここで後で、はい、人で検証やろう。ここめっちゃ乗り気ですけど大丈夫ですかこいつ。いいんじゃない、ノリノリで。ここでじゃあ後でですね、とりあえずはちょっと一回全体を見てみよう。そうですね、まあ、ここ休憩所みたいになってますけどね。でもなんもないな、ガランド。おう、怖っ。こういうとこ怖くないですか、何にもないとこって。まあでも昼間とかだったらやっぱり景色もいいんじゃない。あ、おいおい、はいはいはい、何今なんつった、なんか言いました、今なんか言ったね。おいやばい、こける。めっちゃ喋ってますよこれ。すごい夜景綺麗だもん。あ、こっち見てるとなんか平和な感じがする。平和な感じする。てか結構高いとこいるんですねこれ。うん。おお。めっちゃ広いじゃんここ。喋りながらビビりすぎ。僕の喋るタイミングでこいつなんか喋るんですもん。かぶせて喋るのは嫌われるぞ。ほら。あ、なんか有名なトンネルみたいになってるよね。トンネルに上に生えていて恋のロマンスロードとも言われています。こいつは恋なのロマンスなの言ってる木なのらしい。邪魔なだけじゃん。あ、恋愛は障害物を乗り越えろっていう話ですかこれ、もしかして。ああ、ワンチャンあるかもね。嘘でしょ嘘でしょえ今、って言いませんでした？言ってた。女の人の声だったよね、今。でも、少女っていうよりも、ちょっと普通に成人した感じの女性の声でしたけどね。これ何言ってるか分かんないから嫌なんですけど、このスピリットボックス。まあ、しっかり聞こえても嫌は嫌か。嫌だね。危ない。本当に危ない。いつもの装備ですね。今回はね、戻りながら最後の中間地点にある、はい、展望台に登って、そこでまあ10分検証してもらって、はい、向こうの最初に入ったところから出てくるっていう感じで。わかりました。お願いします。いや、またスピリットボックスさんとお話ししてみますので、ね、はい、めっちゃ声入ってたからね、楽しみだよね。やだな、本当もうやだなしか言えないぐらいやだな。頑張ります。いいじゃん、ダイエット頑張ってね、はい、頑張ります。じゃあカメラ渡します。はい、いただきます。よいしょ。じゃあちょっとカメラもらったので、大丈夫かな。よいしょ。じゃあ行ってきます。登り屋というか展望台まではスピリットボックスとかを使わずに普通に登ってきますね。はあ、来ましたね。ここが目的の。場所のですね。で、こっちが展望台はず。先展望台ですね。岬展望台ですね。登って大丈夫なのかな。ここへ行きます。大丈夫かこれ。登っても大丈夫かな。ではスピリットボックスで検証したいと思います。Now in SB7 mode。もしもーし。今なんつったすいません。オタゴリラと言います。もしもーし。ハロー。なんて今なんつった。今女の人の声でしたよね。少女じゃなかったけど、多分、例になってから、成長したのかな。もしもし。例になってから成長した人ですか。もしもし。もしもーし。オタゴリラです。なんやってなんや。よろしいちゃんもんや。ここに住んでる方ですか？じゃねえよ。質問したのこっちだよ。許してよ。逃げたいけど、これ置いて帰れないしな。そっちは、過ごしやすいですか？こっちはね、だいぶ暖かくなってきて、って、して、今の。で、こゲームっつった今。ゲームする？何のゲームがいいです？じゃあ、じゃんけん。最初はグー。じゃんけん、パー。ゲームじゃないの？仲良くなりたいな。新米？日本語じゃないのかな？幽霊語わかんないよ、僕。What's your name? My name is Watagori. いや、申し訳ないけど、また来るかもしれないけど、僕は行くんで。短い間だったけど楽しかったよ。じゃあね。というわけで、一人検証、終了します。まあ、まだ、帰りがありますけどね。割と、さよならって今言った？男の人と女の人が二人いるのかな？さよなら、バイバイ。きっつ、怖え。ちょっとね、もう、心臓がいっぱいいっぱいなんで、帰っていきたいと思います。帰ろう。ピントは合わないですけど、鳥居も見えます。ちょっと、ここで。タマさん家の、清水。魔除けの水ですね。これ、使いたいと思います。やっぱり後ろですね、来た道。すいません。お邪魔しました。お邪魔しました。失礼します。来たところまで戻ってきました。無事帰ってこれました。この灯籠がそうですね。ああ、よかった。よかった。じゃあこの灯籠のところで、今回の一人検証、終わりにしたいと思います。終了します。ありがとうございました。はい、じゃあどうでした？お疲れ様でした。めっちゃ喋ってました。すげえ顔してんな。もうね毎回そうですけど、これ一人検証マジでやばいっすって。一人はやばい。スピリットボックス元気に喋ってたの？めっちゃ元気でした。ここね、スピリットボックスの反応がすごい。今まででもうダントツ1位です。何言ってた？やっぱり何言ってるかいまいちこう聞き取れないんですけど、やっぱ否定的な言葉が多いですね。まあダメとか、なんかこうなんていうんですか、拒絶するようなこの発音の単語が。日本語なのかな。ゴリラが嫌いなんじゃない？マジですか？今日のところはダメでしたかね。もしかしたらゴリラが嫌いだからこそ体重が落ちてる可能性もあるし、そうですね。今まではね、まあ、好かれたったら変ですけど、乗っかったから重たくなってた可能性が大ですからね。ちょっと楽しみだよね。はい、はい、じゃあ体重測定いってみましょう。はい、ありました。じゃあ乗ります。よいしょ。今回こそ減っててくれよ。おっ、一緒や。ちょっと92だね。1減った。やばい、奇跡。初めて。いや、喜んでいいのか分かんないけど喜んでいいですよね。これはやっぱりほら、霊に嫌われたから。あ、やっぱこれではっきりしましたね。霊に好かれると重たくなって、こう嫌われると軽くなる。ということは嫌われていくスタイルでいこうか。嫌われていくスタイルって逆に危ないじゃないですか。味の素を毎回持っていくとかさそういうことですね。でもいや本当の塩がいいんじゃないですか、嫌われるんでしたら。でも味の素の方がワンチャンさ、舐めてんのかってなりそうじゃん。そうすると逆に乗っかりません、こいつ呪ってやろうみたいな100乗ってほしいしさ大台にですね。そう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 。まあでも一応ダイエット企画ですから、今回成功ということで、初めてじゃないですけど、まあ、珍しく成功ということで減りました、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。何か映ってたよとか何か聞こえたよというのがありましたら、ぜひコメント欄の方にお願いいたします。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではまた次回でお会いいたしましょう。またね。またね。